日本共産党の岩渕友です。本件は北朝鮮を仕向け地とするすべての品目の輸出入を全面的に禁止するという措置について外為法に基づき承認を求めるものです。で、北朝鮮に対する貨物の輸出入の全面禁止措置という我が国独自の制裁措置は2006年10月に北朝鮮による核実験を契機として北朝鮮を対話の道に復帰させ核問題の外交的解決を図るための手段として実施をされているものです。前回2017年の制裁措置延長後も北朝鮮はその年の9月に6回目の核実験を実施、4月から11月にかけて弾道ミサイルを10回発射するなど、度重なる国連安保理決議違反への対処として2017年には北朝鮮への制裁措置を強化するなどとした4つの新たな国連安保理決議がいずれも全会一致で採択をされております。で、その後、朝鮮半島をめぐる情勢は大きく変化をしております。2018年の6月には史上初の米朝首脳会談が開催をされて、その後2回の会談が行われております。で、今年4月には南北首脳会談も開かれるなど、北朝鮮の核・ミサイル問題の対話による平和的解決を目指す動きというのは大きく前進をしてきています。で、これらの前向きな変化はいろいろな曲折はありますけれども、朝鮮半島の非核化と北東アジア地域の平和体制構築への一体的段階的な発展につながるよう期待をしたいと思っております。で、その上で、本件には北朝鮮を対話の道に復帰をさせて核問題などの外交的な解決を図る手段として賛成をするものです。で、ところで朝鮮半島の南韓国をめぐる問題についてお聞きをしたいと思います。で、日本と韓国の間では貿易と人の交流が急減をしております。で、その発端となったのが日本が韓国に対して行った韓国向けの半導体材料の輸出規制の強化です。で、当時の世耕経産大臣は元徴用工問題への、対抗措置ではないというふうに述べた上で、元徴用工問題について韓国との信頼関係が著しく損なわれたと指摘をして、安全保障上の輸出管理は信頼関係が前提のため規制強化に踏み切ったと、こういうふうに説明をしました。で、財務省の貿易統計によると10月の日本の対韓輸出はですね、前年同月比で 23.1% 減で、12ヶ月連続で前年同月を下回るということになっています。で、韓国の10月の日本車の販売はですね、前年同月比6割減の、大幅な落ち込みということになっています。で、日本のビールが、韓国で特に人気だということなんですけれども、日本の9月の韓国向けビール輸出はわずか58万円で、前年同月の7億8485万円から激減をして、で、10月について言うとなんと0円ということになっているわけなんですね。その他にも観光などさまざまな業界に影響が広がっていて、日本企業だけではなくて日本経済への影響も懸念をされる事態ということになっています。で、こうした下で、輸出管理に関する日韓両政府の局長級の政策対話の開催が発表をされました。で、この政策対話の開催が、およそ3年半ぶりだということで、で、そのための準備会合がまさに明日4日ですよね、ウィーンで開かれるということになっています。で、両国関係の悪化を食い止めて、関係を改善進めていくってことが重要だと考えるわけですけれども、大臣はね、どのような立場で当たっていくのでしょうか。梶山経済産業大臣。経済産業省としてはまさに輸出管理の視点からこういう措置を取らせて、いただきました。
今委員ご指摘のように12月16日の週に韓国との輸出管理政策対話が行うことになったわけですけれども、これ3年半ぶりであります。輸出管理をめぐる情勢認識等について意見交換をするほか、懸案の解決に資するべく、輸出管理の問題の懸案の解決に資するべく、両国の輸出管理について相互に今確認をする予定としております。日本側としては通常兵器キャッチオール制度の不備や審査体制の脆弱性、そして韓国側の輸出管理体制度運用が不十分である点について議論することを想定をしております。このような対話を通じて韓国との間で大量破壊兵器等の不拡散に向けた協力が進むことを期待をしております。カテゴリーを A から B に分けた時の理由というのがですね、先ほども申しましたけれども、この政策対話がずっと3年ほど、その当時では3年ほど申し入れてもなかなか実現がしなかったという点が1点、そして先方の輸出管理体制が非常に脆弱な体制、人数も含めて質も含めて脆弱な体制であったということ、そういったことが、あとキャッチオール体制が法制化されていない、法に当てはまっていないということもあってさせていただいたわけですけれども、こういった点が解消するようなものであれば将来また回復する可能性はあると思いますけれども、まずはそういった初歩的な確認をさせていただくということがまず第一であります。そして3品目につきましても、これは輸出国側としての責任ということで、輸出国側の課題もあるわけですけれども、こういったものがしっかり管理した上で輸出されるように、兵器につながらない用途になるようにということでのやり取りをしっかりとしていくということになると思います。岩渕君。ジーソミアは継続ということになりましたけれども、日韓関係の根本的解決にはほど遠いというのが実情です。で、そもそもの発端は、日本政府が元徴用工をめぐる韓国大法院の判決に対して真摯に向き合わなかったということがあります。で、2018年の10月30日、韓国の大法院は韓国の元徴用工への慰謝料請求を求める判決を行いました。で、これに対して安倍首相はその後の11月1日の衆議院の予算委員会で、この問題は1965年の日韓請求権協定によって最終的に解決している、今般の判決は国際法に照らせばありえない判断と答弁をしています。けれども政府は請求権協定によって日韓両国間の請求権問題が解決されたとしても、被害に遭った個人の請求権を消滅させることはできないと公式に繰り返し表明をしてきました。で、さらに原告が求めているのは未払い賃金や保証金ではなくて、朝鮮半島に対する日本の不法な植民地支配と侵略戦争の遂行に直結をした日本企業の反人道的な不法行為を前提とする強制動員への慰謝料の請求です。で、慰謝料の請求は政府のこれまでの答弁でもいわゆる財産的権利というものに該当しないとされてきました。で、11月22日に韓国政府がジーソミアについて、いつでも効力を終了できるという条件付きで、終了通告の効力を停止すると発表したことを受けて、茂木外務大臣が名古屋のホテルで記者会見を行っています。で、日韓関係の根本にある問題について、これ何と述べているでしょうか。外務省大臣官房田村参事官。お答え申し上げます。委員ご指摘の韓国政府による発表を受けて、11月22日茂木外務大臣は臨時会見を実施し、その中で概要以下の通り発言しております。本日韓国政府から日韓ジーソミアの終了通告を停止する旨の通告がありました。北朝鮮問題等への対応のため、安全保障上の日韓そして日米韓の緊密な連携が重要であります。現下の地域の安全保障環境を踏まえ、韓国政府としてもこのような戦略的観点から今回の判断をしたものと受け止めております。言うまでもなく、ジーソミアの問題と輸出管理は全く別の問題であります。輸出管理につきましては、韓国側から WTO プロセスを中断するとの通報があったことを受け、今後関係当局間で対話がなされていくものと承知しています。
現下最大の課題、そして根本にある問題は旧朝鮮半島出身労働者問題であり、韓国側に対して一日も早く国際法違反の状態を是正するよう引き続き強く求めていきたいと思います。以上でございます。岩渕君。日韓当局者の対話が、再開をされるということなんですけれども、過去の植民地支配への真摯な反省の立場を土台にしなければ解決の道は開かれていきません。で、2002年の日朝平壌宣言の第2項では、日本側は過去の植民地支配によって朝鮮の人々に多大の損害と苦痛を与えたという歴史の事実を謙虚に受け止め、痛切な反省と心からのお詫びの気持ちを表明したとあります。で、これは北朝鮮だけではなくて韓国に対しても言えることですよね。大臣にお聞きします。梶山大臣。先ほど外務省からありましたように、1965年の国交回復時にその問題が終わっているということで、解釈の違いがあると思っております、韓国との間には。ただ北朝鮮の件につきましては、この日朝平壌宣言に基づいてこれからの対応方針というものを考えていくという政府の考え方に間違いございません。岩渕君。今お話があった日韓請求権協定前のですね、過去の植民地支配の認識が北と南で違うというのはおかしいと思うんですね。で、日韓パートナーシップ宣言でも同じ認識が示されております。で、日朝平壌宣言は、核ミサイル、拉致、植民地支配の清算といった問題を包括的に解決をして、国交正常化を目指す方向を示しています。で、政府は日朝平壌宣言、日韓パートナーシップ宣言に基づいて外交努力を強めるべきだということを強く求めるものです。で、同時に不法な植民地支配によって強制動員された元徴用工の慰謝料請求、人権救済を命じた大法院判決に真摯に向き合うことを強く求めたいと思います。で、次に放射能汚染水をめぐる問題についてお聞きします。9月10日当時の原田環境大臣が、東京電力福島第一原発事故により発生をした汚染水浄化後の処理水について、思い切って放出してそれを希釈するという選択肢しかないという発言をしたことに対して、福島県内外から批判の声が上がって、その影響は韓国も含めて国外にも及びました。全国漁業協同組合連合会の幹部が環境省を訪れて、発言は絶対に許されない、全国の漁業者を代表して断固反対するとともに撤回求める、本格操業の再開を心待ちにしている地元漁業者の不安、国内外での風評被害の広がりなど我が国の漁業の将来に与える影響は計り知れないという抗議文を提出するなど厳しく批判をしました。で、この発言に対する大臣の認識をお聞きします。梶山大臣。ご指摘の原田前環境大臣の発言につきましては、あくまでも個人的な意見として述べたものと認識をしております。ここの意見に対するコメントは差し控えたいと考えております。経済産業省としましては、多角種除去設備、いわゆるアルプス等で浄化処理した水の取り扱いを議論する小委員会において丁寧な検討議論を行った上で政府としての結論を出していく方向であります。岩渕君。原田前環境大臣の発言は、生活となりわいの再建に懸命に取り組んでいる被害者の努力を踏みにじるものです。で、また今大臣がおっしゃったように、浄化処理汚染水めぐってはですね、経済産業省で、小委員会で議論が重ねられている最中なわけで結論は出てないんですよね。で、こうした議論も踏みにじる暴言だと言わなくてはなりません。時間が来ておりますので、続きはまたこの後質問をしたいと思います。以上です。